はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。まあ、あくまでもこれは私の意見なんで、私の考えは正しいということはない。まあ、あくまでも、まあ、こういう考えがあるのねっていうスタンスで、まあ、聞いていただければなと思います。でね、たまたまそのおすすめ動画などなどで、皇室のニュースみたいな感じであったり、まあね、私なんかもあんまりね、その皇室が悪というふうには思っていないので、まあ別にいたらいたらでいいよねって、日本イコール皇室っていうイメージがつきやすいじゃん。まあそのアニメとか漫画とか、あと機械のものっていうイメージが、電気機械っていうイメージがあったりとかするけど、まあコスプレとかね、まあそういうイメージがありますけど基本的には。で、まあその皇室のニュースの、まあおすすめ動画の中で河野太郎さんがちょくちょく出てきますけど、まあ知ってるのよ、河野太郎さん。実際にね、その選挙のあれで見たとかあったとかじゃなくて、実際にね、普通のその選挙区の中で普通にこう歩いてたら、旦那さんとね前の方からなんか秘書の人とこう歩いてて、あれ誰かに似てるなと思ったら河野太郎だったっていうね、太郎ちゃんだったっていう話で、まあ何回かね、水減らしながらお話ししてたりとかしてますけど、その人がまあいろいろと言われているし、中国寄りだっていうふうに言われてますけど、まあ私はまあ太郎ちゃんだっていうイメージなのね。考えはまあ別に人それぞれだしっていうような感じだし、まあそういう人がいてもいいよねっていう、いいよねっていう言い方は、まあ拒否反応がないかっていうと、まあちょっとあるだけど、まあ太郎ちゃんだしなっていうような感じなんだけど、その人がその記事というか動画の中で、なんかメルマガかなんかの紹介をしてたのね。で、そのメルマガか動画かなんかの記事で、太郎ちゃんが女性天皇、今の愛子さまが天皇になってもいいんじゃないかっていうふうに考えていますっていうようなことを書いてあるね。うん、探せば多分あると思いますその動画ね。で、まあいろいろとね、つら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 と流れてはいるんだけど、やっぱ宮家、旧宮家を復活させるっていうのもね、いいんじゃないかっていうのもあるし、なんか皇室設計っていうのかな、摂政設計みたいな感じで、宮家とは違うけど、宮家の分岐みたいな感じ、分岐の分岐みたいな感じで、だけど皇室とゆかりがあるよと、血が流れてるよっていうようなまあお家があったりとかしてて、それもなんかね、やっぱ養子だったりとか、お婿に迎えるとかっていうことをしてて、まあちゃんとしたその宮家というか、皇室の血が流れてるかっていうとそうではないんだろうけど、うん、まあそういうやり方も別にいいんじゃねっていうようなことを書いてあったのね。うん、私もね、それはそうだなと思ってて。うん、まあ養子ができなくても、
向こう入りはできないのかなっていうのがあって、本当に昔のね、昭和の初期ぐらいの、まあ一般市民っていうか、まあ豪族っぽいところだと、豪族っていうか、まあ本家と言われるところか、結構ね、お金持ちだよ、土地が持っててっていうね、感じのところだと、まあそういう文系のところに、その男の子がいなかったら、次男三男を、まあこう養子に出すとか、まあお婿に行かせるとかね、っていうこともするだろうし、その 逆で文系の方に、まあ次男三男四男いて、で本家の方に女の子ばっかりが生まれてるんで、仮じゃないけど、その分家の方で、その三男四男をお婿入りさせて代々つなげさせるって。でその分家の方でもやっぱ本家の方に男の子を婿養子させたっていうことで、今まではね、立場の弱い分家だったけど、そういうことがあって立場の強い分家になったとかね、いろいろとそういうのもあるみたいなんだけど、なんか話が全然それちゃったけどね。あくまでも私の意見なんだけど、その旧宮家の男性、独身の男性で、まあ二十歳ぐらい、私じゃないか、まあ22、3ぐらいの人をお婿に、今の愛子様にの、結婚相手としてお婿に入れてもいいんじゃないかって思う。今のさ、悠仁さんだっけ、秋篠宮家のね 長男だけど、もしその先に、まあその人がね、結婚して子供が、変な話できないだとか、女の子ばっかりだったとかっていう可能性もあるんで、そうそう、だから一旦愛子様に天皇としてね、やっていただいて、で結婚して、でそこのそこにね、子供が生まれたら、子供が生まれて男の子が何人かいてね、そしたらその秋篠宮家の方がまた、その東宮っていうから、今の天皇陛下の 愛子様の息子さんが大きくなって、そういう天皇としてね、やれる状態になるまで、まあつらいじゃないけど、そういうことをしていって、またで戻すみたいな感じを でもいいんじゃないかなと思うんだよね。絶対その秋篠様は結婚するとは言い切れないし、変な話で本当に嫌々で結婚してさ、嫌々子供を産んで、でその挙句がさ、怒られるかもしれないけど、女の子ばっかりだったっていう可能性もあるじゃん。だからもう本当に男の子が安定的にね、何人か、3人4人ぐらいいられる状態でね、まあね、まあ忙しいだろうけどね、結婚して子育てして、産んでとか妊娠してって大変だろうけど、どうなんだろうね、やっぱ男系なんちゃを重視しているために、ごめんなさいね そういうことは受けられないっていうのかな。やっぱ皇室の中でも、その宮家の 男性の方でも、やっぱり反対派の女帝っていうか、女性天皇っていうのに
反対する方もいらっしゃるって、まあ、そういうのを発表してる いる方もいらっしゃれば、まあ何も言わないっていう感じでね、言ってる方もいらっしゃるだろうし、だけどその当の今の天皇の言葉っていうのは聞こえてないっていうか、聞いてないというか、もう私が聞いてないだけの話かもしれないんだけど、本当はどう思ってるのかっていうのはまあ出てきてないような気がするんだよね。あくまでもこれは私の意見なんで、うん、あのまあ何とも言えないんだけど、そうそう、ただやっぱりそういう会見とかなると一応原稿は自分で考えるんだけど、多少その宮内庁とかに見せると思うんで、一回ね、で手直しされちゃって、まあその手直ししたものを読み上げるっていう感じだと思うんだけど、別に一回ぐらいは自分の考えをこう喋るっていうのもいいんじゃないかなと思うんだよね。うん、あくまでもこれは私の意見ですよ。うん、本当に宮内庁はノータッチで、これから先は宮内庁とかね、そういう政治家の人は本当に関係なくっていうか、もう本当にノータッチで、その今の天皇の考えを引き出すというか、考えを受け入れ、一旦受け入れるっていう場があってもいいんじゃないかなと思うんだよね。ただその皇室のなんか法律みたいなのがねあって、どっちにしろその養子にするにしろ、婿にするにしろ、まあ何にしろ、あの一旦変えないといけないっていう話があって、それはもう皇室はノータッチだったりとかするみたいなんで、うーんっていうのがあるんだけど、なんかそういうのちょっと聞いてみたいなと思う。まあ、ちょくちょくね、そのことについてはお話はされているとは思うんだけど、まあ、そういう動画はね、もしかしたらあるかもしれないんだけど、私が見ていないだけの話でね。どうなんだろう。一旦こう、話していただいてもいいんじゃないかなと思う。皆さんどう思いでしょうか。以上です。